2020年10月より放送予定の T2 アニメストライクウィッチーズロードトゥーベルリンの原画が本日5月1日に公開された。また任歴2020スペシャル生特番アーカイブ動画も合わせて公開された。2020年10月より放送予定の T2 アニメストライクウィッチーズロードトゥーベルリンの原画が本日5月1日に公開された。また任歴2020スペシャル生特番アーカイブ動画も合わせて公開された。ストライクウィッチーズは島田文兼さんおよびプロジェクトカゴ西が原作を担当するメディアミックス作品。2008年に TV アニメ第1期が、2010年に第2期が放送され、2012年に劇場版が公開された。2014年には OVA ストライクウィッチーズオペレーションビクトリーアローが制作されている。なお2016年にはワールドウィッチーズ作品として姉妹作の TV アニメブレイブウィッチーズが放送された。ストライクウィッチーズロードトゥベルリンは TV アニメストライクウィッチーズシリーズの最新作。今回は501、5月1日の引き年企画として原画の一部が特別に先行公開された。任歴2020スペシャル生特番アーカイブ動画公開。また2020年3月28日土曜日に実施された生特番任歴2020スペシャル生特番のアーカイブ動画が YouTube とニコニコ生放送にて期間限定で公開された。公開期間は5月15日金曜日23時59分まで、 RR 2020年3月28日土曜日開催のワールドウィッチーズ任歴2020ロードトゥビクトリースカイイベント情報ビジュアル解禁。出演者はストライクウィッチーズ工藤芳香役の福窓か美里さん、リネットビショップ役の名塚香織さん、そしてルミナスウィッチーズの全メンバー。番組内では出演者によるスペシャルなトークが繰り広げられたほか、ルミナスウィッチーズによる生ライブコーナーも配信されている。公開 URL YouTube https://www.wccm031srg ニコニコ生放送前半 https://www. ニカビデオジュプワフチ158,626,8423後半 https://www. ニカビデオジュプワフチ158,626,8483任歴2020スペシャル生特番プレゼント企画、さらにワールドウィッチーズチャンネル会員限定の号。2008年に TV アニメ第1期が、2010年に第2期が放送され、2012年に劇場版が公開された。2014年には OVA ストライクウィッチーズオペレーションビクトリーアローが制作されている。なお、2016年にはワールドウィッチーズ作品として姉妹作の TV アニメブレイブウィッチーズが放送された。ストライクウィッチーズロードトゥベルリンは TV アニメストライクウィッチーズシリーズの最新作。公開期間は5月15日金曜日23時59分まで、 RR 2020年3月28日土曜日開催のワールドウィッチーズ任歴2020ロードトゥビクトリースカイイベント情報ビジュアル解禁。出演者はストライクウィッチーズ工藤芳香役の福窓か美里さん、リネットビショップ役の名塚香織さん、そしてルミナスウィッチーズの全メンバー。
番組内では出演者によるスペシャルなトークが繰り広げられたほか、ルミナスウィッチーズによる生ライブコーナーも配信されている。プレゼント企画期間は5月18日月曜日9時59分まで。概要はイベントページにて確認を。 TV アニメ概要ストライクリッチーズロードトゥベルリン。放送情報2020年10月放送。スタッフ原作島田文兼プロジェクト籠西監督キャラクターデザイン高村和弘キャラクター原案島田文兼シリーズ構成ストライカーユニットチーフライター浦畑達彦。公開 URL YouTube https www.wccm031srg ニコニコ生放送前半 https www ニカビデオジョブワフチ158626423後半 https www ニカビデオジョブワフチ158626483民歴2020プレゼント企画期間は5月18日月曜日9時59分まで。概要はイベントページにて確認を。 TV アニメ概要ストライクリッチーズロードトゥベルリン。放送情報2020年10月放送。スタッフ原作島田文兼プロジェクト監督キャラクターデザイン高村和弘キャラクター原案島田文兼シリーズ構成ストライカーユニットチーフライター